この情報に信憑性がどこまであるかわからないが、今後 CCP を封じる上でも、このまま早々にプーチンが何もできず退場した方がいいことだけは間違いないだろう。読売新聞オンラインの記事から。ロシアのウクライナ侵攻から1ヶ月が経過し、プーチン政権内部の異変が相次いで伝えられている。プーチン大統領が頼りとする情報機関にクーデターも辞さない空気が漂っているとの観測まで出始めた。2022年3月23日、アナトリー・チュバイス大統領特別代表、国際機関との調整担当が、ウクライナ侵攻に反対して辞職し、出国したことが明らかになった。チュバイス氏は、ソ連崩壊後の1990年代に、エリツィン政権の大統領府長官や第一副首相を務め、市場経済に移行する改革を推進したリベラル派だった。プーチン氏の側近ではないが、侵攻後に政権を離れた初の要人として注目された。これに先立ち、アルカディ・ドボルコビッチ元副首相は、政府関係財団の代表を辞任した。ドボルコビッチ氏は、米メディアに侵攻反対を表明していた。プーチン政権を支える新興財閥オリガルヒの一部も反戦を公言する。米ブルームバーグ通信は、プーチン氏から最近3期目の指名を受けたエリビラ・ナビウリナ中央銀行総裁が侵攻開始後辞意を表明していたと伝えた。米 CNN など欧米メディアは、セルゲイ・ショイグ国防省の動静が2週間近く伝えられなかったことに強い関心を寄せている。大統領府は24日、ショイグ氏がオンライン形式での安全保障会議に出席し、軍事作戦について報告したと発表し、国営テレビは動画も放映した。だが、調査報道が専門のメディアは画像の不自然さを指摘しており、軍事作戦の難航の責任を問われているのではないかと懸念が消えていない。ロシアではプーチン氏に政治情勢を報告していた情報機関、連邦保安局 FSB の複数の幹部が懲罰として軟禁されていると見られている。英紙ザ・タイムズは23日、FSB がクーデターを起こすリスクが日増しに強まっているとする内部告発情報を報じた。 FSB 幹部が欧米による厳しい経済制裁の直撃を受けたことに不満を募らせているのが理由だとしている。政府系調査機関によると、ウクライナ侵攻を支持する人の割合は約7割という。しかし侵攻はプーチン氏の政権基盤を揺さぶり始め、政権の今後について崩壊するかどうかではなく、いつ崩壊するかの問題だとの指摘さえ聞かれるようになった。以上が記事の内容。ここからは試験になる。プーチン大統領によるウクライナ侵略という暴挙は、決して許容されることも正当化されることもない。ここまで国際社会のほとんどがロシアへの批判が広まると、いくら情報統制を強化しても、若者を中心に不信感が強くなっていくのは当然と言えるだろう。プーチン自身が疑心暗鬼になればなるほど、側近や関連機関のトップたちからは、恐怖心から都合の良い情報しか上がってこないようになっているのではないだろうか。資産を貯め込んでいる閣僚や財閥の富豪たちは、身の安全と財産を守るため国外に逃亡する者が出てきても不思議ではない。そして経済的余裕のない軍の中間層や一般市民の不満がたまればたまるほど、クーデターのリスクも上がってくるだろう。軍事力による
リアルな戦争はどんどん深みにはまり、泥沼化していき、やがて破滅的な終末を迎えることになる。それを阻止し、かつロシア自体も救う方法は政権交代、すなわちプーチン大統領を追い落とす以外にない。まずは反政府勢力が情報戦に打ち勝ち、正しい情報を国民に発信することで、プーチンが行っている蛮行を浸透させ、国内にプーチン交代の波を起こすことである。そのような行動により、指導層内部でのプーチン交代論が拡大すれば、大統領のリコール、あるいは軍による平和的なクーデターが実現できるかもしれない。そして終結後に注意すべきは中国の出方である。 CCP としてはプーチン政権の存続、あるいは後継の独裁政権の登場を望んでいるに違いない。ロシアが経済制裁を受けている間は、ロシアの石油や天然ガスを独り占めできるからだ。しかし民主政権が誕生し、欧米と和解すれば、反米という共通項で友好を保ってきたロシアが、中国にとっては強大な敵対勢力の出現を意味する。今後、中国と欧米はロシア国内においてその影響力を激しく競い合うようになるだろう。当チャンネルでは、誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は、当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、はよやれや、ショイグ粛清されたな、そもそもプーチンは本物なのか、どうせ白いプーさんを疑心暗鬼にさせるためのフェイクニュースだろ、クーデター起きたら呼んでくれ、プーちゃんは絶対に大統領辞めへんで、報道されるようじゃ失敗するわ、こういう記事が出るってことは起きない、こういうのはタイミングが大事、 ABC 兵器、特に核が使われるまではないやろ、ロシア軍が見限ったらプーチンにはもう何の力もないだろう、クーデターを起こして成功したやつノーベル平和賞な、やけっぱちで発射ボタン押さなければいいけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで、新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。